軽減税率が導入されると、軽減税率対象商品を扱うお店では、軽減税率対応レシートを発行する必要があります。これは、軽減税率対象商品だけを扱っているお店でも必要です。軽減税率対応レシートでは、次のような印刷が必要となります。販売された商品がどのようなものであるのかがわかる商品名を印刷します。 部門1ではなく日用品など具体的な商品名が必要です。消費税率には10%と8%の2種類があります。それぞれの商品に消費税の種類を割り当てるとともに軽減税率対象商品であることを示すマークを印刷します。8%と10%の消費税率ごとの対象金額とその税額を印刷します。 それぞれの税額について税率を印刷します。軽減税率対象商品であることを示すマークの説明文を印刷します。これらのことができるようにするためにレジでの設定操作が必要です。なお、機能テキストとメッセージの設定はパソコンソフトカスタマサポートツールでの設定操作が必要です。ここでは消費税設定も カスタマーサポートツールで設定します。これから具体的な操作方法を動画で説明します。まず、作業に必要なものを準備します。この作業で必要なものは次の通りです。1、レジスタ本体と取扱説明書。2、パソコン。Windows 7 8.1.10のいずれかが必要です。 丸 3SD カード 4GB から 32GB までのカードが使えます。動作確認済みのカードはシャープホームページで確認できます。丸4パソコン用ソフトカスタマサポートツールシャープホームページからダウンロードできます。ダウンロードとインストールの仕方については別の動画作業を始める前にを見てね。 これが動作確認済み SD カードの一覧表です。SD カードを使用する前にホームページで確認してください。確認方法については別の動画、作業を始める前にを見てね。ここでは軽減税率対応設定の作業手順を説明します。レジで SD カードの初期化を行います。 軽減税率対象商品かどうかがわかる部門名をレジに登録します。レジの設定データを SD カードに書き込みます。設定データを保存した SD カードをパソコンに挿入しカスタマーサポートツールで次の設定をします。消費税設定をします。機能テキスト設定をします。メッセージ設定をします。 SD カードをパソコンから取り出してレジの SD カードスロットに差し込みます。カスタマーサポートツールで設定したデータをレジに読み込みます。レジでメッセージを印刷するための設定をします。レジで各部門に消費税を設定します。最後に設定したデータが正しく登録されていることを確認します。